今回はゲストとして穂積雄也くんがゲストに来てくれてますよ。僕は忘れない。あの美少女が男だなんて僕は信じない。たとえゲストに呼んでもあの時ドキドキした気持ちをまだまだ夢を見てる。まだ夢見てる。だってラブバンケットって生放送に出てるから、はい、今度はあの後輩の三浦をぶん殴って、はい、それであの部屋に押し込めた上で俺が三浦克之として出る予定なの。あの子に合わせろと。そうそうそう。どこにも存在しないあの子に。三浦克之だよ。三浦克之セックス。それでよく騙せると思ってますね。なんか三浦君の真似ってこんな感じでしょ、うん、いやそんな感じじゃないと思いますけどね。三浦です。セックスって言いました？ああ安心してくれ。セックス言います？セックスいやなんか追い込まれたセックスっていうイメージだ。追い込まれたら言いますセックス。なんか極端な下をいざとなったら言うみたいな。そんなんじゃなかったっけ。どこのイメージですか？そのあとも俺が触れてきた中では絶対ありえない。というわけでゲスト呼ぼっか。はい、穂積雄也くんです。あどうもこんにちは、はじめまして、穂積雄也です。笑い声が入ってきた。いやだってこんな冒頭でセックステックス言うラジオ初めて来ましたもん。大丈夫、君は自分を守らなくていいのか。僕はもう全然大丈夫なんですけど。大丈夫全然大丈夫大丈夫大丈夫。それは何ですか。もう待って待って。パパがすごいバイクに乗ってたんで。お父さん、なんかバイクを見るのが懐かしかった。ほんとパパっつった今。パパ、そうですね。パパって呼んでんの。梶田さんと僕パパすごいそっくりで。いや、あの、めちゃくちゃ似てるんですよね。俺、なんなら着てる服のブランドまで一緒っすもん。え、嘘、俺と君のパパがそんなに共通点あるように思えないんだけど、君を見てると。バンソンも着てたの。バンソン着てます。いや、ハーレーダビッドソン乗ってるんですけど。ガチガチやんけ。俺今バイクの免許取りに行ってるとこでまで。あ、そうなんですか。めちゃくちゃそこ後で写真をずっと、ぜひご覧ください。お母さんに似たの、顔は。お母さんはバリバリギャルなんですけど、未だに。お母さんバリバリギャル。ホトミケ面白くねえか。ホトミケすごいんですよ。親バイカーとギャルってやばくないですか。ちょっとベビーフェイスだと、うん、あのあんまりそのちょっとした毛が似合わなかったりしますもんね。確かにツルツルや。ツルツルなんですよね。ツルツルや。ひげも落としてるってこと。ほらツルツルや。顔もツルツルや。全部ツルツルや。やってるんで。とんでもねえな。メンテナンスを。体毛ズンズンねえわ。これ女装するために。ああ。いやー、素晴らしいこだわりだと思う。でももう6年、いいと思う。6年前ぐらいからやってるんで。6年前。今のブームに乗ったわけじゃないっていうのをちょっと言っときたい。6年も前から。そうですね。おっと、本物の香りがするぞ。もう上京したてからずっとやってるんで、ね。おっと?6年やってるらもうほぼメスですね。ほぼメスですね。おっとおっとっと。男は試したことないのか。要請。やめろ。試してみないかい。いや、やめろ。でもこれ話していいか分かんないですけど、うん、でもそうなりかけたことは。本当に？それはメディアで出せる話かい？いや、大丈夫。あの、なんかそういうなんか知り合いの人がいて、うん、なんかちょっとあのマッサージをするよって言われて。あ、もうダメじゃんそんなの。上等手段じゃねえか。いや、僕頑張って逃げましたけど、頑張って逃げたっていうか、うん、まあちょっといなしましたけど、うん、ちょっと危なかった時がありましたね。本当。それはね、危ないよ。危なかった、ね。どこで俺マッサージ得意だけど。温泉とかにしてた。ポコチンヘッドこの野郎。いや、あの写真マジいけますで、ね。うるさいよ。いけます、ね。うるさい。俺は最後まで男だって信じなかったから。いや、むしろ男だからいいのかって思い始めて。あ、逆に。まずは、キービジュアルができました。こちらです。お、はい。ということで、これはチェインバー可愛くなりましたね。手前の金髪の子でしょ。はい。さすがですよ。さすが杉田さん、いやその通り、これチェインバーの思念がね、女体化したものでございます。それな、かわいいな、そうでしょ、ね、そうで、あの平沢さんがボケると突っ込めないんでやめてください。でも声僕のまんまですよ。改めまして、感想はなどちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、石川さんは。いやこれ金髪の女の子めっちゃかわいいっすね。何を言い始めるか。ごめんなさい、ごめんなさい。なんか、いや、もともと僕エイミーがすごく好きなんですけど、はい、これあの金髪でショートカットってなるとまた話が変わってくるんですよ、ね。ちょっとちゃんとイカちゃんちゃんと怒った方がいいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれあれだってなんかカイト君ショートカットが好きだって言ってたけど、そうです、金髪がよりいいんだ。いや金おじゃあんまり責めないでください。はい、おーほらほらほら来た、これ可愛らしいですね。なるほど、わかりました。あの子男の子とかそういうこと。やだ、ちょっと新しい、はい、だったら、いやでもいいな。ということで平沢さん、リーマについて言える範囲でちょっとご説明お願いしてもいいですか。はい、彼女は男の子なんですか。
かぶしてきました。これ気になってますね。これむしろ男の子設定の方がいいかもなって一生思われたりしてます。やめてください。これは女の子でいいです。いや、カイト君よく考えろよ。女の子、男だったらお前風呂とか一緒に行けんだぜ。いつも一緒にいられるとかいいぞ。ピカちゃん泣かないでね。でも分かんないですよね。乗ってきた。今回は、最終回の半年後ということで、皆さんちょっと予想で構わないんですけど、どんな話になるかなみたいなところちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、ちなみに皆さん本当に何も知りませんという状況でございます。杉田さんはいかがでしょうか。いきなり来ますか。はい、そうですね、まあ真面目に言った方がいいんですか。あ、どっちでも構いません。どっちでも大丈夫、はい、まあふざけるんだったら、はい、なんだな、チェインバーと別れてレドが落ち込んでるんで、はい、みんなで必死に、ね、言うても一生懸命ちゃんと仕事してるじゃないですか、はい、そうですね。でもたまに寂しい表情を見せるから、はい、なんかやっぱりレド落ち込んでるからみんなで励まそうぜって言って、みんな水着になってバーベキューします。真面目じゃないな。みんな水着になって、すいません、さっきのね新キャラもいますからね。そうそうそう、はい、あの子が男の子だったらレドとね、裸の付き合いができるわけじゃないですか。いやー、もう本当女の子でいいよ。女の子がいいよ。おい、落ち込むなよ。だから魅力は、いやそれはまあ後で裏で語りましょうじゃあ。漆原ルカ、声が仕草は女にしか見えない。眉毛より背は高いが体つきはとても細い。だが男だ、ニコ服が似合っている。女より女らしい美少女が、だが男だ、だが男だ、男だ、男だ、男だ。だが男だ。